皆さんこんばんは。こんばんは。本日はシャレにならない裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。もう楽しみな時間やってきましたね。ワクワクなんですけども、はい、今回ゲスト会でございまして、はい、今回はですね、石川紀之チャンネルからですね、石川紀之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いいたします。よろしくお願いします。簡単にちょっとご説明させていただきます。はい、石川さんなんですけども、2009年7月に配信を開始されまして、ニコニコ生放送で人気を博した後にですね、ユーストリームで世界一の視聴者数を記録されていると。ツイキャスでは2013年6月に世界初のレベル50、2014年1月には瞬間最大視聴者数2万人を超える。2013年12月にはライブ総視聴者数が1000万人、そして2014年2月には2000万人、2015年3月5000万人、2017年10月にはツイキャス史上初の1億人、うわすごいわ、突破されているまさに配信者のパイオニアというご紹介させていただきます。めちゃくちゃいい風に書いてますね。そうなんですか。読んでまとめると老害っす。老害なの。漢字2文字でちゃダメですよ。こんなことないです。すごいですよこれ。めちゃくちゃすごいことを金字塔なしたね、打ち立ててますよね。まあ、早めにやったって感じですね。いやそれね、みんな言うんすよ。その、はい、あのすごいね、視聴者数誇ってる人ってみんな言いますよね。でも早めにやった人他もいっぱいいたじゃないですか。そう周りにも淘汰されてってるじゃないですか。まあでも当時のツイキャスだと僕とハヌケのジジイぐらいしかいなかったです。ハヌケのジジイさんっていう方がいらっしゃったトラップのトラップのうんちゃんでおっさんがいるんですけど、あの会社特定されてクビになっちゃったっていう、こっちが面白いだろっていう話なんですよ。たまたまその人が辞めたんでこっち来た。その二極化ではないよ。いやそうでしょ、どっち見るみたいな。いやチャンネル立つか、何か顔でかどっち見るみたいな。そんな感じです。でね、こちらシャレ裏なんですけども、まあその業界の人しか知り得ない裏の話とかをですね、うんうん、ちょっとお聞きしようということで、はい、今回はですね、配信者のシャレにならない裏の話。うん、配信の世界っていうのが、はい、僕らもこう YouTube で配信してるけど、なんかそれ以前ニコ生とかいろんな媒体あるわけじゃないですか、はいはい、うん、すごい経験たくさんされてると思うから、何でイメージですよ、ね、本当に配信者の方って、はい、なんかこう危険とね隣り合わせといいますか、うん、いろんな人に怒られるじゃないですか、やっぱり。まあそうですね、そうですよね。経験してるから、うん、なんかやばかった話ってね、まあそのジャンルいろいろあると思うんですけど、はい、配信とかで、配信者でその危険な目に遭うってジャンルで言うとどんな危険な目に遭います？うん、どんな、まやばいやつも多いでしょうしね。やばいやつしかいないですからね。麻痺していくんですよね。どれがやばくてどれがやばくないのか。なるほど。そう仕事的な面とじゃあ配信の面、2つぐらいなんですけど、はい、まず仕事の面なんですけど。はい、やっぱ、当時ってその、今、配信業ってのがあって、まあ、YouTuber さんとか配信者の方とかいろんな方やってるんですけど、当時なかったんで、配信でご飯食うっていうのが、なかなか成立しない。そうですよね。てかもうそもそもそれがないっていう時なんで、まあ結構やっぱ足元見られるというか、で、まあ我々ってその、もともとテレビっ子だったりするんですよ。テレビすごい見てたんだけど、そのテレビもやっぱりその時代の変化とともに、その、変わっていくじゃないですか。そうですよね。なんで、テレビよりネットの方が面白いんじゃないかって言って、まあその2チャンネルとかニコニコ動画の影響でガンとこう、生放送入ってきたタイプなんですよ。はい。なんで、やっぱテレビへの憧れみたいなのもあって、はい。テレビ大好きですから。はい。なんで、その当時、その、まあニコニコ動画とかニコニコ生放送で公式放送とかもいろいろあったんですけど、まあそういうところに出たいと思ってる配信者の人もいっぱい多かったので、はい、足元見られちゃうところがあって、うん、もうこれ絶対相場合ってないだろうなっていうある仕事があって、なんかその、ある生放送のそういうプロデューサーさんとかじゃないですけど、そこの関わりのある人が、ちょっと仕事振ってくれたんですよ。はい、とあるちょっと仕事どうみたいな。はいはいはい、うわって来た、はい。配信やってて、でもそれでも1年、2年、3年ぐらい経ったっすかね。うん、ついに来たんだみたいな。まあ、配信でね、そういうお仕事どうですかって、それテンション上がりますよね。で、僕配信業って言葉あるじゃないですか。はい。もうちょっと自慢じゃないですけど、僕作ったんですよ。配信業って言葉。はい。
すごい。今だったら普通に使ってますもんね。配信料使ってますよ。ヒカキンが好きなことで生きていくって言ってるじゃないですか。はいはい、なんか好きなことでこう配信していく。配信していく。好きなことを配信していくみたいなのを夢に、はいはい、この配信が業になったら、はい、みんな楽しいことずっとやれるんじゃないか。はい、で、リスナーも見たら楽しいんじゃないかって、配信業って言ってたんで、はいはい、まあ、まだ叶ってはないですよ。まあまあ、まあ、目指していくっていう。目指していく、はいはい。なんでやっぱ仕事入ってきたらすごい嬉しいなって、ね。で、どんな仕事ですかって聞いたら。当時その、ニコニコとこう、対をなすような感じで、うん、FC2 っていう配信サイト。まあ今もあるんですけど、はいはい、ちょっとアダルティーな、そうですね。サイトあるじゃないですか。はい、そこでの仕事だって言われて、はい、どんな仕事って聞いたら、うん、なんか、新作のピンクローターを、なんか配信で、なんかこう、宣伝してくれみたいな内容だったんですよ。なるほど。だけど、やっぱりそういう世界の仕事って受けるとやっぱイメージもつくし、まあまあそうですよね。やっぱ考えるじゃないですか。そうですね。で、僕もまあ当時荒くれ者だったんで、別にイメージは気にしないけど、はい、でもそれ親とか見たらどう思うんですか、ね、確かにね。ちょっと考えてたんですよ。息子がね、ピンクローター宣伝してるぞって言ったらね。で、どういう内容なんですかって聞いたら、はい、聞いたこともないセクシー女優さん。はい、本当に女優なのみたいな。はい、もう本当になんか、ね、はい、上野の深夜に、チューハイの、はい、飲んでそうなおばさんみたいな。いて、でも女優だと。女優だと。そうです。そういう触れ込みですもんね。そう、女優ですと。そう。で、女優さんとソファー2つで隣同士で座って、会話しながら、その会話の最中に、その商品を押し当ててくれっていう。普通にこう喋ってて、こうね、ブル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 。丁寧な言葉で言ってますけど、おかしいこと言うからね。で、まあでも、今だったらそういう仕事は結構なギャランティーになるじゃないですか。そうですよね。なんか怖いなと思ったのが、はい、その当時のギャラが、3000円でやってた。すごいね。これはすごいね。すごいな。足元見られてますよね。でもなんか、僕に仕事来たんですけど、はい、他にも来てたっぽいですよね。はいはい、みんな蹴って蹴って、あ、なるほど。僕に来たんですよ。はいはい、ちょっとあの、石川さん、5000円か3000円くらいで、ちょっと5000円か3000円。5000円にしてくれよ。いや、それはちょっと無理です。はいはいはい。それはちょっとさすがにできないです、はい。俺はちゃんと仕事にしたいなと思いがあったんで、はいはいはい、ちゃんといただけるならばあれですけど、5000円はちょっとね、そういうことは、ね、こんな誰もやらんだろうみたいな、はい。最後に俺に回しやがって、ふざけんなよとか、ちょっと怒ってたんですよね。はい、ね。いかげんにしろみたいな。はい、ねえ、舐めるなみたいな。舐めんなよって、はい。そしたら、なんか翌々日ぐらいに、はい、なんかピコーンってその放送の通知が来て、はい、俺なんか FC2 の通知が来たんですよ。はい、俺って思ったら、うん、それ僕が蹴った仕事あるじゃないですか。はい、なんか枠開いたんですよね。あれどうしたって思ったら、僕とほぼ同期のもう一人、あの、野田総理っていう名前の配信者がいるんですけど、その人が、なんかおそらく1000円か3000円ぐらいで、安い価格で仕事受けてて、しっかり押し当ててたんですよ。やってんじゃないかって。誰かがやんなきゃいけない仕事だったんですね。新商品の、はい、あの、まあ、その新商品が、すごく高性能なのかわかんないですけど、はい、僕と同じようなメガネしてるんですけど、当ててる間どんどんメガネ横でずれ込んで。ブル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 が強い体じゃないよ。で、それ見たときに、受けとけよかったな。めっちゃ美味しいやんと。今でもそいつ話すんですけど、こんなおもろいことないよな。当ててるだけでメガネずれてくる。ブル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 。面白いけど、それは。まあ、子はおもろいというか、うん、なるほど、ちょっと足元見られてた時代もあったかなっていうところなんですけど、芸人とちょっと近いようなところもなんかありますよね。いやいや、もうでも我々も無芸なんで、無芸なんで、まあ、おこがましいところではあるんですけど。いや、すごいな。なんかね、配信業をしてるとやっぱりね、はい、僕その危険と隣り合わせって言ったのって、はい、今って結構コンプライアンスなんだっていうのが、はい、まあ、厳しいから、こっちもやること制限かかりますけど、はい、やっぱりある程度その法に守られるというか、うん、もうリスナーたちの中にも荒くれ者ってやっぱりいてるじゃないですか、うんうん、何か攻撃されたりとかってやっぱあると思うんですよ、その当時。あります、当時というか、はい、僕基本的に自分の生放送って全部録画公開なんですよ、はい、やっぱりその録画って宝みたいなところがあって、はい、そのリアルタイムで見れない視聴者さんの方もいるんで、うんうん、録画は絶対オープンにしてるんですけど、はいはいはい、でもそれだけは、うん、本当秒で削除したもので、生放送の出来事なんですけど、この生放送だからこそ起きた怖い話なのかなっていうところなんですけど、はいはい、僕埼玉に住んでました、はい、浦和の方に住んでるんですけど、本当、はいはい、つい去年の年末です、はいはい、つい先日なんですけど、もしかしたらもうニュースとかで見られたかもしれないですけど、はい、埼玉に大宮って街あるじゃないですか。大宮ありますね、はい、大宮で大火事があったんですよ。で、結構毎年火事があって、
ちょっと前も駅前東口のところが燃えてとかなって、はい、去年もまた大火事があって、うん、でまたかまたかってほんでニュースになって、でツイッターとかにも X ですが、うん、こうバーって流れてて、ゴミはまた火事だぞみたいな。はい、で僕家近いんで、はい、行こうと思って、はいはい。で、まあ僕はそういうことも配信できるスタイルなんで、はい、他の方だとね、不謹慎とか言われるかもしれないですけど、結構リアル派の人間なんで、はい、まあ茶化すわけじゃないですけど、はい、現場をお届けするみたいな形で、大宮に突撃したんですよ。はい、で、バーって突撃して、こう生放送してるんですけど、はい、やっぱりその、飲み屋街ってのもあるんで、はい、いろんな方がこう、おられてて、はい、酔っ払いの方もいるんですけど、はい、ちょっとこわもての方が、はい、やめた方がいいんじゃないみたいな、うん。その、こっちの方を見て、はい、酔いながらも、うん不謹慎だよ。まあ、至極真っ当なんですよ。言われてることはね。確かに。それは、それそうですよね。罰当たるよ。それなんか動画か生放送かわかんないけど、はいはい、ね、それを撮って何になるのみたいな。罰、はい、当たっちゃうよ、はい。で、僕も、まあ、言われてることは正しいんで、はい、まあ、我々の価値観がやっぱちょっとリアルとはずれてるところがあるのはもう重々承知してるんで、はい、まあ、無視してたんですよ、はい。あえて答えるんじゃなくて、はい、答えるともうなんか僕悪いことしてるってなっちゃうから、はいはい、まあ、なんか言ってんなぐらいな感じで無視して、うん、で、消費者の方もある程度スルーしてくれてたんですけど、うん、まあまあ酔っ払いの方だったんで、うん、でそのままなんか、やめときな、みたいな感じでバーってこう去っていったんですよね。はい、あまあよかった、はい、言っちゃったな、みたいな。で、その後もしばらく、もうそれを忘れるぐらい、中継してたんですよ。はい、で、まあ、現場がここだとか、なんか、他のビルからも煙が上がってるから、これもう映ったんじゃないかって、バーってやってたんですよね。はい、もしたら、とあるその、路地裏の一角、こうやってパーって空映してたんですけど、はい、そのビルとか空映してたんですけど、この辺に、多分、海外の、アジア系の海外の女性の方が、なんか、片言な日本語で、YouTube?YouTube? みたいな感じで言ってるんですよ。はい、だけど、僕無視してずっとやってたんで、はい、で、なんか男性と、なんか YouTube、なんか YouTube やってるよ、みたいな。はいはい、でもそれはそのままだったんですけど、そこからなんか10分15分後ぐらいに、はい、狭い路地裏なんですけど、奥のなんかお店何軒かあるんですけど、そこから扉からブワーって人出てきたんですよ、ね。で、明らかにわかるんですよね。死刑かなっていうのが、1人2人じゃないんですよ。1人2人、5人、うん、10人、20人。めっちゃ来た。年末なんで多分、忘年会もあったんでしょうね。はい、それ系の人たちがブワーってできて、これはまずい。まずいな。これはまずい。これ生放送してる、はい。しかもなんか自撮り棒とか持ってこうやってるの目立つじゃないですか。しかもこのタップの顔でかいし。そう。なんか、どうしようかなと思ったんですけど、もう遅くて、みんな酔われてるんですよね。はい、その中の一人が、知ってるわ、めんどくさいな。石川のリーグだろ。石川だ。顔刺された。なんか、若い衆っていうんですかね。はい。パッて来たんですよ。はい。これどうしようか、まあ、はい、みたいな。はい、まあ、さて言うじゃないですか。はい、しょうがないんで。あ、はい、そうです、そうです、みたいな。はい、兄貴よ、これ知ってますよ、みたいな。そしたらなんか、親分っていうんですかね。はい、まあ、よく分かってないみたいで。あ、なるほど。なんか有名なやつなんか、みたいな。有名っすよ、こいつ。あれだよね、高速道路で、なんかブン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 言ってて。なんか元気いいよね。いやいや、元気いいよね。ワンパクさんみたいな。来たわーと思って、はい、どうしようかな、いや、まあでもやらせてもらってます、みたいな。そしたら、親分さんが、なんかちょっと機嫌を損ねたのか、あれ自分よりその人気じゃないですか。はいはい。なにそんなに有名なやつなのこいつ、はい。有名っすよ、みたいな。で、こう来たんですよ。撮ってんだろみたいな。そしたら、俺映せや。出た。その時一言、俺。こうピースけど、俺、これ撮ったらお前終わりなんだろみたいな。なんでそっち撮ってんだ、こっち撮れよ。やべえって、で、20人に囲まれて、でもみんな親分の言うことは従わなきゃいけないから、ね、みんな腕組みながら、ね、なんか、みたいな感じで、こう、じーっとのを見てくるわけですよ。で、また親分との、なんか、トークが始まるんですよね。こんなゲストいらんと思って、マジで。トークゲストだよ、ね。火事見に来たのに、俺が燃えるやんっていう。話がめっちゃ怖いですよ。やばいっすよ。こんなもう、配信落とされる、もう、バンされちゃうぐらいの内容で、俺、言ってるから、火事反射ですか？ごまかし方それ回転早いし。すごい酔っ払ってるから、酔っ払ってるから、いけると思った。そしたら、全然通じなくて、まあ、ちげえや、みたいな。ここ、誰に許可取ってやってんの？あ、そこだ。島だ。島みたいなところ言い出した。やっぱ自由にやってると思ってるんで、そのカメラとかもそう。誰の許可取ってお前やってんのみたいな。いや、わかんないですね。許可取ったの？うちに。いや、取ってないです、みたいな。今度からじゃあ、連絡くれよ。ああ、そういうことだと思って、あ、よかった。あ、わかりました。じゃあ次からちょっとね、はい、連絡させて、絶対しないですよ。もちろん。ね、じゃあそこはそういうやつじゃないじゃん。もちろん。ね、じゃあ連絡させてもらいます。って言って、いや、終われると思って、パッて背中向いたら、出られて、どこにかけるつもりなのって。知ってんのって。え、
酔ってねえと思って親分酔ってねえみたいな酔ってないぞ逆にね、はい、若い人何してんのみたいな、はい、飲ませてあげないとみたいな、はい、酔ってないですよ全然、はい、ねどこにかけるつもりだろうみたいな、はい、知ってんの番号って、はい、いや知らないですみたいな、はい、じゃあ教えるからって、はい、いやでもつって、はい、ここで教えてしかも放送中ですよ、ね、やったらもう終わりじゃないですか、黒い関係じゃないですけど、そうですよ絶対ダメだ、でも断ったらもうやべえやばいんですよどうしようと思って。死ぬですよ。指プレプレしながら、配信中です。配信中で、今、これ携帯使っちゃってるんですよ、みたいな。なるほど。ちょっと、できないですよねって言ったら、ドスの聞いた声で、切る。おぉ。そしたらもう、急にその若い師匠目つき変わって、切ってくれるっつって、こっちやってんだろって、とりあえず切ってよって。教えるからやな、先。みたいな。切れないっす。俺も。なんか、命より配信の方が大事なんで。すげえな、すごいの。めちゃくちゃ怖いぞ、これ。はあ、なんで切れないんだよ、はあ、今本当に今生放送で切れないです、はあ、映してないですけど皆さん映してないですけど、はあ、切れないです、はあ、そしたらあーじゃあいいわっつって、はあ、手出せって言われて、はあ、手ですか、はあ、手に書くとか言って、はあ、あメモ代わりに中学生と思った手のひらですか、ね、手のひらに書くから手出せって言われて、われてちょっとおもろいなですけど、まあもちろん舐めてかかったわけなんで、いやもうそれもあれで、そしたら、まあ分かってんだろうな、そしたら、若い人が俺のことよく知ってるらしくて、こいつ、住んでるの。言うんすよ、親分に。いや余計な情報いらんと思って、めっちゃ聞こえない、もうね、すぐそこっすよ、すぐそこっすよって言ったら、いずれも、やっちゃうからな。なんか変なことやったり、いつでもやっちゃうからな、つって。分かってんのかって。全員逮捕だぞと思いながらも、こんな乗っかってるわけだから。乗っかってるね。そう。そうですよ。でもこれ、どこでどうしようと思って落ちというか、この人たちはどうしたら俺話してくれるのか。はい。そう。なんで、言ったのが、とりあえず、YouTube 見てください。宣伝してる。宣伝してる。見るか。向こうも撮ってとか言ってたんで、まあもうなんか、なるほどなるほど。YouTube 見てくださいって言ったら、ちょっと今日はもう勘弁してくださいって言って、バーって逃げて、酔っ払ってたんでみんなこうなんて。追いかけては来なかったんですけど、めちゃくちゃ怖って。ほんで、もうこれ残したら、見られるじゃないですか。ねえ、若い人見てますから。そう、そんで、もし見たりしたら、何言われるか分からない。来いとか言われるかもしれない。何使ってんだとか。結局酔っ払ってるから。酔っ払った勢いでどうぞって言ってるだけであって、もし、知らない状態で見たら、俺らネタされてるってなっちゃう。そうですよ。速攻録画も切って。で、もう、視聴者の方にも、もう Twitter、X にもあげない。あげない。切り抜きあげない。で、助かったんだと思って。で、まあ、この話はもう、伏せておこう。はいはいはい。で、まあ、後日、誰も何も言ってないな。エゴサとかしても引っかかってなかったなと思ったら、しっかり俺のアンチの人だけが、その、声だけを音声変えてめちゃめちゃアップしてる。やめろって言うのみたいな。ち、怖っ。ちゃんと残してるんですね。怖みたいな。ね、怖みたいな。やば、すごい。で、配信者の人もそれ見ていじくるから。結局は広がったんですよ。なるほど。今のところ大丈夫ですか何も。今のところは大丈夫ですけども、街近づけないですよね。まあまあね。でもなんか親分とかもね、なんかこう、おもろいやつだっていうのでね、とどめといてくれればいいですよね。けど、まあじゃあ聞くと、やっぱその埼玉の一部のところではやっぱ根強く、いるらしいのね。まあ東京の方がある意味、まだ、人も多いし、いいんですけど、やっぱ埼玉はちょっと人少ない、ね。ちょっと怖いところあるんですよね。いや、これ怖い。だって何があっても、この後文句言えないですもん。だって YouTube 見てくださいって言ってるんですからね、石川さんだってもまあでもそのほかない。でもね、仮にそのね、国の方たちで、もし階段好きな人がいたらこれ見てください。階段ファン。階段ファンいるんで。いや、確かに。いろんなジャンルいるんで。そうですよね。一番の階段ですよね、それ。無理やな、そう。石川さんが急に連絡取れなくなったら、やめてくださいよ、ちょっと。感じてありますから。怖いなぁ。でも、すごい。でも、本当、プロだなと思ったのが、切れないと。いや、もう、それはもう、端は切れないですね。これ、切るよ、普通。怖いもん。うん。ね、命取られるって、やっぱちょっと思っちゃう。いろいろ考えると、切ったら、何喋ってるか、みんなわかんないんで。変に繋がりができたと思われちゃったりもするから。それもね、証拠としてね。死んででもつけといた方が。なるほど、なるほど。潔白だと思って。なるほど。ここにされてもね。そう、つけといた方が。はい。配信者魂みたいなのも感じますね。ちょっとそういうとこも。すごいな。もしだから連絡来たら、こちらのチャンネル紹介しておきます。いや、ちょっとやめてください。僕じゃない。やめてください。僕じゃないよ。話させられました。
ジで怖い。マジで怖い。マジで怖い。マジで怖いですよね。怖いですよ。怖いですよ。それは怖いな。去年一気も冷えましたね。いっぱいいろんな怖い経験もするんですけど。はい。これは怖いですよ。ね。聞いてるだけでちょっとカロリー使ったもん。なんか俺も、あ、俺もその現場にいるような感覚になっちゃったから今聞いてて。怖いわ。もうトップクラスじゃないですか、それ怖さ。ね、怖さ1位じゃん。体験も今までの。ああ。もう お気をつけた方がいいですよ、本当に。やっぱりその、知名度が上がったりすると、やっぱどん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 このチャンネルも大きくなっていくと、街とかで声かけられることもかもしれないです。そういう系、街系でなんか声かけられたら、そういう怖さないですか？なんで、自分の中でもルール作りました。配信中に関しては、そのリアトツって言うんですけど、視聴者の方がこう会いに来るとか、リアトツって言うんですけど、そういう時が OK な時は、写真撮影とか、まあそういうのも全部対応させてもらうんですけど、配信外に関してはお写真をお断りしました。ああ、そうなんですね。もう見た目とか関係なしに、どこに悪い人がいるか分かんないんで、それがもしピースなんかで映ったら、カゴちゃんと一緒になっちゃうじゃないですか。なるほど。そうですよね。カゴピーと一緒になっちゃうじゃないですか。まあまあ、そうですよね。もうね、どういう過去があるか、皆さん分かんないんですよね。なんで、もそこはちょっと気をつけてます。まあそっか、こう顔が割れてくるとやっぱりね、そういうことも怖いですよね。そうね。絡まれたりはしないですか？ないっすね。ほとんど。ガタイ大きいですね。そうっすね。なんか、どういう絡まりですか？なんか、うわーみたいな感じですか？なんか、僕もそんなないんすけど。ないでしょうね。なんか、側ですよね。側ですよ。やらせましょう。やらせましょう。ほら、ありがとうございます。ちゃんと。そっち側じゃないですけど。ちょっとうちのスタッフたちも、ちょっと見た目そっち系のやつが多いんで。でもイケメンじゃないですか？そうそうそう。長瀬智也の。そう、長瀬智也のね。すごい。だ逆に、僕とこの二人のスタッフと三人でね、街中でこう、なんかラーメン屋とか並んでたら、声かけたい、女性が、この右往左往して声かけていいのかどうかって、ちょっと怖がられるんですよ。ほうほうほう。この二人とかとね、こう一緒にいると。夜系の人とか。そうやっぱちょっと、ね。だから、なんかこうね、もうちょっと可愛らしい感じにしたいなと思ってるんですよ、自分。見た目ですか？ちゃんちゃらおかしいですよね。そうですね。キリッとされてますからね。仲良くなったらすごい。まあまあね、優しいみたいな。でも逆にないですか？なんか危険な目とか。危険な目。もしあれだったらその対処法とかね、石川さん絶対知ってるから、そういうね、時の交わし方というか。はい、直では、まあ別にそんなにないですけど、まあでも昔から絡まりやすかったりはするんですよ。ちょっと、失礼ですけど、ちょっとわかるんですよ。いや、そうですよね。いや、そうなんですよ。だから中学の時とかに、原宿と渋谷の間を、まあ、歩いてただけで、うん、歩いてただけですよ、うん、なんか。近いですよね。うん、そうすると悪いやつ、悪いやつの多分高校生みたいなのが来て、うんうん、友達だよね、俺ら。俺ら友達だよね。いや、ほんとその入りで、で、その入りで、駐車場に連れてかれて、定期代と塾の金6万いかれました。いいえ、結構いかれたな。結構、6はきついからもう半年しかねえんですよ。そうですか。だから、しっかり取られてるんですか？かなりのやつを塾の金、そう、取られたりとか。でも何も抵抗もできない。有効活用されますからね。なんか、いや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 。いや、そんなわけないとかじゃない。遊び代全部。遊び代とかじゃないよ。いやいやいや、塾だから。いやいや、それは。それはいいですよ。それはしょうがないです。そういう時とかに、なんだろう、石川さんだったら、絡まれたりとかしたことあります？普通に、学生の時とかでも。ないっす。ないっすか？ないっすね。カッパでかいとそうなのか。でも、岐阜なんですけど、当時その、池袋、ウエストゲートパークの駅前、カラーギャングとかだったんですよ。なんで、その駅前とかで、当時のデパートじゃないですけど、階段で座ってたら、2段俺が上に座ってるだけで、なんで俺らより上に座って、なんとか言って、絡まれたり渡す。俺はいいね。たまたまやん。すごい因縁の付け方。因縁の付け方で。そう、なんで2段上に座ってんだ。俺たちが上だろうじゃあ、座れやったら。そう。で、絡まれたりとか、あるですね。ゲームセンターのメダルゲームしてたら、ジャックポット俺取っちゃって、隣のやつがなんか軍手つけながら鉄鋼やってるんですよ。あいつが取れてなんで俺が取れねえんだ。指紋で使えよね。あと手汚れよ。もう殴るぞみたいな。そういう絡まれば。なるほどね。でもこうやっぱりね、こう配信してると、やっぱこう見えない敵と言いますか。はい、見えない相手から、こうやっぱりね、いろんなアンチコメントのなんだって来るじゃないですか。やっぱこう、僕はパイオニアだと思ってるんで、配信者の、そのアンチコメントのうまい言いなし方と言いますか、そういうね、どうやったらその鉄のメンタルを手に入れられるかみたいなのを多分ね、まあ、アンチって今教えていただきたいですね。ファンチっていう言葉があって、ファンとアンチを両方とも
性質を備えている人をファンチって言うんですけど、はい、多分今ネットにいる人のほとんどがファンチっていう類で、はい、結局好きだったりとか、うん、興味あったりとか、自分に振り向いてっていうので、アンチズム強めにコメント書いてるんですよ。はぁ、要するに、例えば動画とかもそうなんですけど、はい、みんなが楽しそうなコメント書いてるじゃないですか。はい、バーって、はいはい。そこに自分も楽しそうなコメントを書くと、うん、目立たないんですよ。はい。埋もれると。なので、アンチズムの強いコメントを書くと目立つ。うん、要するに、黒髪の中に金髪のような感じですよね。なるほど。顕示欲みたいなもんですよね。そうそうそう。そう、承認欲求もあるし、向こうが。はいはいはい。そう。だから、そうやって書いたりする人が多いからっていうところで、はい、本当に嫌いで叩いてやろうとかではなくて、はいはい、振り向いてよっていう意味で、書いたりとか、はいはい、その、やっぱり、アンチのコメント書く人って好きだから書くんで、はいはいはい、好きってことは、その視聴者、リスナーさんにとって、はい、ファンの方にとって、その、偶像があるんですよ。はい、例えばお二人だったらお二人はこういう人間なんじゃないか。だけど、うん、動画見てたら違うってなった時にポキンと折れちゃって、うんうん、いや、あの時に戻ってほしいとか。なるほどね。こうあってほしい。すげえわかる。なるほど。コメントですよ。いや、この動画つまらん。はい、あれのがおもろいのに、うん。昔に戻れとか。うん、ああ、こうだって、はいはい。自分の面白い時の人になってほしい。なってほしい。そうあってほしいみたいな、はいはい、感じで書いてくるので、なるほど。その心理を分かってると、可愛いなって思う。なるほどね。これから月一でカウンセリングしてもらって。マジで本当にあのね、ちょっとひどいの書かれるぞ酒飲んでね、はい、一人で家にいるとやばいんですよ、だから。いや、本当になんか、これもね、はい、コンビでやってますけど、その相方はこのお化けとかを見たりすることができると、はい、で、僕は見たりすることはできないけど、心霊は好きだから一緒にやってるっていうだけで、はい、こいつはノブの腰巾着のような存在であって、相方がいないと何もできない、ただのコンビニバイト上がりの人間だって書いてある。お前なぶっ飛ばされるぞお前マジで。誰にやねん。俺はちょっとそのコメントおもろいっす。いやおもろいっす。おもろいっすよ。マジっすよ。おもろいっすよ。いやでも悪いやつだったら死ねとか言って終わるじゃないですか。でもそれ書いてくれるってことは、拾われようって意識があるんで、おもろいじゃないですか。そうか。俺こっちの勝手持ちますよ。なるほど。俺も書く。パンチが。あとにかい。水色のゲームになるから。石川さん目立つから、面白い。承認欲求出さないでください。いいですよ。でもそれはいいんじゃないですか。なるほどね。でもなんかいちいちそういうのに、ちょっとコメントに。ちょっと疲弊しちゃう時があるんですよ、うん、そうそうね、一生懸命やってるのになんでそんなこと言われなきゃいけないのみたいな、ね、でもあれ生放送でもでも今の意見聞くとなるほど、なるほどね、生放送あります、あのまあ後輩じゃないですけど、はい、若いのとこ一緒に配信したりするんですけど、はいはい、同じように言われるんですよ、その僕の放送に呼んであげたりすると、はいはいはい、まあ、石川の金玉って言われるんですよ、はい、付属じゃなくて我々は金玉右左二人赤いやつで両方両方ね。右も左も揃えてるんですよ。向こうから左方、はい、なるほどね。彼らもちょっとやっぱりへこんだりとか、はい、気にしてるところがあって、やっぱ、うん、みんなその閲覧とか知名度は違えど、みんな自分がおもろいと思って頑張ってやってるんで、はい、まあ、そういう扱いされるとへこむじゃないですか。うん、僕もそういう扱いで呼んでるわけじゃないですけど、うん、そういうふうに思わせるの嫌なんで、まあ、いろいろ考えたりして付き合ったりはしますけど、似たような感じなんですかね。そうですよね。きっと、だから良かれと思ってというか、みんな楽しんでもらおうと思って、うん、もちろん根底ではやってるわけじゃないですか、うん、だからああそういうことどう、うん、なんでこういう心理なんだろうなって思ってたんですよ、はいはい、だからそれでああなるほどと思いました。だから俺昨日も楽屋で普通に文句言ってましたからね。今の話前かったコメントがあるんだよ。聞いてよみたいなので聞いてもらったもんね昨日ね。そうそう言うとまた来るんじゃないですか。いや逆にえマジですか。やっぱり一番大切なのは、うん、書かれたくない場合はスルーなんですよ。うん、ああ、なるほど、ね。何度も何度もスルーしてると、はい、あ、かまってくれないんだなって言って、去っていっちゃうんですよね。ああ。なので、本当に嫌だった場合は、それをする、はい、すればいいんですけど、うん、ここで今喋られたじゃないですか。うん、じゃあ、うわーとか言ってるじゃないですか。うん、分かった上でやめてくれ。本当に分かった上でやめてくれ。それは来ますよ。クイーンだと思っちゃう。クイーンだと思っちゃう。いやいや、無理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 。8行ぐらいで。長いわ、それは。すごいの来るかもしれない。160文字ぐらいで。そう。本当に、じゃちょっと、たまに、まあもちろん、面白いなって読むときもあるかもしれないですけど、はい、傷つくときもあるってことですか？あります、あります。だから、それがきっかけで、ちょっとコメント欄を、はい、まあ今はちょっと復活しましたけど、はい、一時期読まなかったんですよ、もう。読めなくなったすらも。怖くなったっつって。だから本当、それこそ、まあ、なんか100個コメントがあって、90個ぐらいはいいことを書いてあっても、その10個で、まあ、ベタな意見ですけど、はい、ああ、そうなんだ、みたいな。うん、そういうふうに思ってる人いるんだ、みたいな。全員に好かれたいんですか？じゃあ、やっぱり。嫌われることが嫌なんですよ、多分。嫌われてる、まあ、カウンセリングみたいですね。先生、先生、お薬増やしてもらっていいですか？いやいや、薬頼んない。もう、僕、まあもちろん、配信者の方にも同じような質問とか、はい、相談を受けるんですけど、はいはいはい、こういうこと言うんですよ。はい、日本で、うん、今一番
人気な漫画ってワンピースなんですけど、ワンピースのこと調べると2チャンネル、まあ5チャンネルにスレッドいっぱいあるんですけど、あのアンチスレッドもすっごいアクティブ高いんですよ。それなんでかっていうと、人気だから好きな人も嫌いな人も両方いるんですよ。ってことはやっぱり人気を備えると両方生まれてくるんで、そのアンチコメントがあるっていうのは一つの人気だと僕思うんですよね。それがなくなっちゃうと、ああそうかそうか、その好きな人っていつか去るんですよ、はい、これ例えば今日去る人もいれば5年後10年後去る人もいるし、はい、好きっていつか終わるんで、はい、でも嫌いは好きになる可能性まだあるんですよ。あ深いぞ。なるほど。だから嫌いだっていう人をどう料理するかによって、はい、よこのチャンネルがどうなるか買ってください。あこれはすごいぞ。誰が出てるんだろう、これ。これはね、これは。すいません。勉強になった。でもね、本当にあのなんか今ね、はーってこうね、そうっす。だって、ってる好きはいつか終わるとか、なんかもう格言みたいな、うん、嫌いは好きになる要素がある。ある、あります。伸びしろみたいなことありますね。もうちょっと好きがあるんで嫌いもあるっていう感じですからね。だからファンチって言い方してるんですけど。そうかそうか。なるほど。はい、そうか。本当に無関心な人はもう書き込んでも来ないですよね。そうですね。で嫌いから入った人って、はい、その自分が嫌いな面を知ってるんで、はい、要するに好きな面も嫌いな面も分かってるから長続きするんですよ、リスナーって。はいはい、だけど好きだけで追いかけてきた人って、はい、例えば何か炎上した時にポキンと折れてもう見るのやめるってなるんですよ。なるほど。なので、できればそういう人たちともうまく交流取られる方が絶対に強いかなとは思います。ねえ、はい、結果ね、あのやばい話聞こうと思ったらいい話聞いたね。いや本当にね、こういろんなお話聞かせていただいてね、本当にありがとうございます。石川さん、あの月一でどうですか、うちのチャンネル、ね、全然来ますよ。あの膝スペースでやるんですね。キャバ嬢じゃないですよ。キャバ嬢じゃないですよ。両サイドから2人指名ですか。金玉なんで僕らも。いや、やめてください。左右、僕左。そういう問題じゃないですか。取り合いの意味はちょっと右の方がでかいですよ。すいません、大きさは別にいいですけど。ということで、石川さんのチャンネルの概要欄、概要欄に貼っておきますので、はい、皆さん、そちらからチェックしてみてください。ということで、この先もこのシャレ裏、どんどんやっていく予定ですので、お楽しみに。はい。それではですね、最後にまたご紹介させていただきます。本日はですね、石川紀之チャンネルより石川紀之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。